皆さんこんにちは、神谷里です、こんにちはって言っちゃったんですけど、今はあともう少しで9時というところです。今日はですね、6月の17日です。昼間は成田の方にラジオ成田という、ラジオ局にですね、ゲストで呼んでいただいた番組があったので、ドライブして行ってまいりました。久しぶりに成田の方まで、結構かかるんですね。車で行ったんですけれども、私結構ねドライブ好きなんですよ。で、全然苦にならないので楽しく、なんか途中ちょっと雨が降ったり止んだりっていう感じでしたけれども、なんか途中のパーキングエリアでなんか休憩して、ちょっとこうなんかゆっくり外のなんか今のこの季節のこの感じを楽しみながらですね、景色も楽しみながら、行きも帰りも、無事に行ってまいりました。で、先ほど今日撮った番組の、1回目のオンエアがあったんですけれども、私も本当に抜けてて、オンエアをちゃんと確認しなくて、で今まさにやっているっていう時にですね、皆さんやってますので聞いてくださいとかって言って情報を流すという、本当に後手後手のなんかタイミングの悪さで申し訳ございませんが、再放送があるようです。20日、20日に再放送があると、おっしゃっていました。今日実はじゃん、これが届きました。見えますか？見える。はい、私の親友アキコのですね、ウクレレアルバム、ウクレレレディが、届きまして、これをちょっと聞いておりました。すごく素敵なアルバムで、本当になんか今のアッコをすごく感じられる素敵なアルバムだなと思います。皆さんもねぜひ聴いていただきたいと。これからの季節すごいいいんじゃないですかね。なんかかけながら、ね、ゆっくりくつろいでいただけるアルバムで、実はねこのアルバムもう本当にいろんな曲入ってるんですけれども、なんかすごいこんな可愛いでしょ。本になってて、こう歌詞も全部こんな感じで、こんな素敵な写真とかもあったりとかしてですね、それでこう最後にアッコのこうメッセージみたいなのがね書いてあって、本当に素敵なアルバムだなと思います。この、レコーディングに使われたウクレレが私の父のカノープスというブランドの、ウクレレで、父が亡くなった時に、ちょっとスティールギターも含めいくつか、楽器が、形見としてあったんですけれども、楽器ってすごい大事だからって取っておいても、やっぱり鳴らしてなんぼっていう感じじゃないですか。だからぜひ弾いていただきたいなっていうことで、母が特に母と同年代の方だとちょっと老い先も、長いかちょっとわからないので、ぜひ若い方に、お譲りしたいということでですね、それはもうじゃあアッコに弾いてもらうのが一番いいだろうって、アッコも、自分の YouTube チャンネルでねウクレレの弾き語りとかアップしているので、だったらということでね、お譲りしたらこんな素敵なアルバムができたということです。ぜひ聴いていただきたいなと思います。はい、そしてですね、今日なんでこんななんか一人トーク動画を撮ってるかというとですね、最近ねここにゲストの方をお呼びして動画を撮ったりとかして、なんだっけ、元くんに来てもらったりね、まいちゃんに来てもらったりして撮ってるじゃないですか。でその時のこう音がもうちょっとトークいい音で撮れないかなと思って、コンデンサーマイクを買ったんですよ。でそのコンデンサーマイクがいかほどの 音なのかと、どれぐらい音がいいのかっていうことをちょっとね試したいなと思って、この動画をちょっと撮らせていただいております。でなんか私の動画をね見てくださっている方々が
意外にもねトークのところをご覧になってる方が多いっていうことで、私の方に届く声はトーク面白いのでって、全然面白いこと言えてないとは思うんですけれどもね、そんなにオチもない。この動画も先に言っておきますが、この後何も起きませんので、このままずっとこうダラ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 喋っている感じになるのでね、面白くもなんともないとは思うんですけれども、ちょっと独り言をね聞くかのように、聞いていただければ見ていただければと思って撮っておりますが、そんな声をいただいたので、じゃあちょっと今日はラジオに出たついでにちょっとトーク撮ってみようかなと思いましてお話しさせていただいております。なんかどんなことを話そうかなっていろいろ考えたんですけれども、パッとこう言われてパッと答えるみたいな、そんなのをちょっとこの間ね、まいちゃんとの動画でなんか50の質問みたいなのをやって、なんかろくに盛り上がることもなくですね、なんかただただ終わった感じなんですけれども、ちょっと最近ねなんかこのインスピレーションに私すっごい優柔不断で、なんか一個のことをすごい決められないんですよ。なんか一つ何かを買う、例えばパン屋さんに入ってパンを買うっていうだけでも、なんかクロワッサンが食べたくてパン屋さんに入ったのに、なんかいろいろ見てるうちにクロワッサン以外のものを買って、あれなんかクロワッサンを買いに来たはずなのにどうしてこうカレーパン持ってんだろうみたいなことがあるわけですね。でこう物の本にパッてなんかもう何秒で決めろみたいなことが書いてあって、そういうの全然ダメかもしれないなと思って、なんか最近ちょっとね心がけるようにしてるんですよね。自動販売機で飲み物を買ったりする時もこうちょっと悩んでしまいがちなんですけれども、パッと水とか、茶色系のお茶とか緑系のお茶とかですね、そんな感じでなんかパンパンって決めてなんか進んでいきたいなと思うので、今日はなんかトークテーマルーレットをこうやりながらトークパッて思い立ったことをねどん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 お話しして、その私の優柔不断な、ところ優柔不断、なんかそうやってすぐにこう決められないところをですね、なんか少しこうサクサクなんか迷いなく直感に従ってやっていったらどうなるのかっていうのをね、ちょっとこの動画でも実験してみようかなと思います。お付き合いください。ではやってみたいと思います。まずは最初いきますね。タクシー1日乗り放題ならどこに行く？ディズニーランドかな。ディズニーランド、ディズニーランドに行くんだ私、ね、パッと今思いついたのはそれでした。次、もし100万円手に入ったら何に使う？旅行に行きますね。まずはちょっとこの世の中が落ち着いてくれるのを待たなければいけないですけれども、本当にビーチリゾートに行きたいです。次、学生時代の思い出は？なんか眠かったっていうことですかね。学生時代って聞いてパッて思いつくのは高校生の時なんですけれども、もう高校3年生ぐらいの時にはなんかジャズクラブをなんかに出入りしていたので、眠くてしょうがなかったみたいな、そんな記憶があります。好きな音楽について語ろう。今日ラジオでスティービー・ワンダーのお話をしました。どんな歌手を目指す、なんか目指してるっていうか、どういうなんかシンガーアーティストがなんか理想なんですかみたいなことを質問されて、私はスティービー・ワンダーと答えました。スティービー・ワンダーはめちゃくちゃ歌うまいじゃないですか。でも好きな理由を聞いた時に、スティービー・ワンダーが好きっていう人に好きな理由を聞いた時に、歌がうまいねっていう人ってあんまりいないんですよね。曲がいいからとか、もうスティービー・ワンダーっていう存在そのものが好きっていう、なんかそんな風になんかこう人に思ってもらえるって素晴ら
しいことだなと思うんですよ。要はなんかテクニックはもちろんあるのに、そのテクニックじゃないところが、痛烈に人のこう金銭に触れる、そんなことができたら最高ですよね。今一番欲しいものは何？ガッキーの服かな。最近全然お店に行けてなくて、表参道の、スタイリングに行きたいです。最近一番楽しかったことは何だろうか。配信っていうかね、配信も楽しいんだけど、先日あのトランペットの五十嵐一生さんが企画するあの動画の収録に、ギターの高内春さんと、呼んでいただいて3人で、演奏したんですけれども、あのベーシストの俵山正幸さんにの追悼動画っていう感じで、こう俵さんの思い出話をしてみたりで、演奏を3曲ほど撮ったんですけれども、もうすごい気持ちよくて、なんかあのイヤフォンから出てくるその音の状態、モニターですよねっていうのもすごくいい、心地よくて、春さんのギターも、そして、一生さんのトランペットも美しくて、あー幸せだなーって、あー楽しいなーって思いました。好きなミュージシャンはスティービー・ワンダーです。もっといますよ、いろいろたくさん。あの最初に好きになったのは3ディグリーズでしたね。スティービー・ワンダーも好きだし、そして、カーペンターズも好きですし、エラ・フィッツジェラルドも大好きですし、いっぱいいますね。子供の頃に起こした失敗、パッて思いつくのは、あの自転車に、濡れたばっかりの頃に、隣のうちの子の自転車を借りて、すごいなんか軽くって乗りやすい自転車だったんですよね。それでなんかなんで借りたのかちょっとよく忘れてしまいましたけれども、それで調子に乗って走って壁に激突したところです。激突したことです。タクシー1日乗り放題ならどこに行く？ディズニーランドです。同じ質問がね結構出てきちゃうんですよね、これね。暑いのと寒いのどっちが我慢できる？暑いのと寒いのは暑い方が我慢できると思います。寒い寒いって言ってることがすごく多いので、寒いのってなんか私にとって痛いにちょっと近い感覚ですので、暑い方が我慢できます。目玉焼きに何をかける？塩コショウの時とあとお醤油の時があります。もしも魔法が使えたなら何をする？魔法が使えたら何するんだろう。魔法が使えたら瞬間移動するかな。あ、すいません、なんかちょっと変なとこ押しちゃった。ここです。今ハマっているゲームは何？私あのハリーポッターのパズルゲームを携帯でやっていたんですね。でそこから宣伝のなんかやつに飛んで、でなんかのんきにパズルゲームをやりたいなって思って始めたパズル&サバイバルっていう、ゾンビをなんか倒していくみたいな、パズルゲームでゾンビを倒していくっていうゲームがあったので、それをちょっとクリックしたら、全然パズルゲームっていうか、まあパズルの要素もちょっとあるんですけど、なんか全然そんな感じじゃなくて、結構な戦争ゲームだったんですね。でもなんかあのギルドとかに入らないとまあちょっと先進まないみたいなところがありまして、でギルドに入ったらみんないい人なんですよね、そのギルドの方々が。なのでちょっと
皆さんと過ごす時間がだん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 増えてきて、気がついたらこう今ハマっているゲームって言ったらそれなのかなという、そんな感じです。はい、子供の頃に起こした失敗、もう一回出てきちゃった。失敗結構ありましたね。でも失敗イコールなんとなく怪我っていうイメージがあるんですけど、私顎のここになんか傷があるんですよ。縫ったんですよね、ここね。小学生の時になんか教室の一番後ろにロッカーがあって、そのロッカーからランドセルを持ってきて帰りの支度をするんですけれども、そのランドセルを机の上に、乗せるっていう時に思いっきり何だか知らないけど机に顎をぶつけてしまったら、ここがパカッと開いちゃって、それであまりに痛かったんですけど、なんかもう自分でもなんかどんな感じだったのかも、なんかこう気が動転してよく分かんなくて、それで見たらなんか血が流れてたから、あ、やばい、鼻血だと思って鼻を押さえてたら、ここがパックリ開いてるよって友達に言われて、そのまま病院に運ばれて、縫ったという、ね、失敗の、まあ失敗といえば失敗ですよね。なんで失敗したんだろう、子供の頃に起こした失敗、また出る、なんか何なのこれ、パス。学生時代の思い出、また出る、推しについて語ろう、推し、そうだな、最近は、あ、そうそう、推しって要はなんかファンってことでいいんですよね。最近は東京ゲゲゲイの、動画を結構よく見てますね。この間女子プロレスの試合を見に行った時に、たまたまご一緒させていただいた、東京ゲゲゲイのマイキーさんという方がすごい面白い方で、はい、彼のなんか そのご一緒させていただく前から知ってはいたんですけれども、すごい音楽も素敵だし、ダンスも素晴らしくて、本当に心から楽しめるエンターテインメントがこんなところにあるんだと思ってですね、よく見ています。好きな麺類は、好きな麺類、麺類はね、好き、パスタ好き、パスタ好き。好きな音楽について語ろう。音楽ね、もうジャンルとかですかね、まあ、さっきスティービー・ワンダーの話をしましたけど、まあ、最初に私ね3ディグリーズに興味を持ってから結構コーラスが好きなんですよ。人の声が合わさるっていうのがすごい好きで、結構コーラスグループは聞きましたね。古いジャズコーラスも好きですし、7月の9日に、目黒ブルースアレイジャパンでライブをするんですけれども、その時も、ブラックバニーという私と久保舞子ちゃんとジュジュスミレ伊藤さんと、3人でやっているブラックバニーの、ジャズコーラスをフィーチャーしてお送りするぐらい、まあ、コーラスが好きですね。はい、好きな麺類はもうやめようかな、はい、好きな麺類はですねパスタって言いましたけれども、パスタも好きなんですけど、私麺類って好き、好きですね。あ、そうそうそう、玄米パスタ、渋谷にピーステーブルっていうビーガンレストランがあるんですよ。私全然ビーガンじゃないんですけど、ちょっとそこのレストランでお食事をすることがありまして、すっごい美味しくて、そこの玄米パスタが、皆さん食べてください、玄米パスタ、いろんな、なんか3種類ぐらいあったんだけど、種類が、私キノコのやつすごい好き、もう本当あれが今一番好きですね。はい、料理でうっかりやってしまったこと、うっかりやった、
塩とこしん塩と砂糖間違えたとかそういうやつですか？ないですね。塩は塩ですもんね。あとうち砂糖は白い砂糖を使っていたので間違えようがないんですよね。うっかりやってしまったことって言ったらやっぱり焦がすとかじゃないですかね。なんか放置しちゃってなんか匂いで気がついて、え、何これって、そんなところ、本当面白くもなんともないな。はい、好きな動物について語ろう。いいですか、語って、うちのあんちゃんのこと。あんちゃん寝てますね。うち去年の6月の終わりに保護犬のペキニーズを、迎えたんです。保護犬カフェで、見染めて、それで、連れて帰ってきた保護犬なんですけれども、本当に可愛くて、私の YouTube のこの動画の中にもね、あんこ、京子って書いて、あんずのあんって書いてあんこっていう犬なんですけれども、あんこちゃんのね動画は結構これからも増えていくと思うんですけれども、本当に可愛くて、で、まあ、繁殖引退犬なんですよね。ブリーダーさんからの保護で、その後に、保護犬カフェに来て、そこからうちに来たという経緯なんですけれども、ね、とにかくこう胸が切なくなるなって、こうギュッてなる瞬間っていうのをたくさんあります。今までどんな暮らしをしてたんだろうとか考えると本当胸が苦しくなりますね。散歩もね、最初行けなかったんですよね。行けなかったっていうか、行ったことがなかったから、外に出してもどうしていいか分かんないんじゃないですかね。とにかく建物の中に入ろうとしちゃって、いろんな人のお家の玄関めがけて歩いていくとか、まっすぐ歩けないし、もういろんなものを嗅ぎまくって、で本当に一番最初はもうとにかく歩くのが怖いみたいで、カートに乗ろうとしていたぐらいで、今はお散歩がすごい大好きで、朝と夕と、1回ずつ、ね、これからちょっとね暑くなってくると、ペキニーズって寒いところの犬なので、ダブルコートって言って毛皮が2層になっているので、ちょっと長くは歩けないんですけれども、涼しければね、お散歩大好きなので、たくさんお散歩に行きたいと思っています。さて、お送りしてまいりました新しいコンデンサーマイクのテスト動画、いかがでしたでしょうか。なんかトークテーマルーレットも何回も同じものに当たったりとかするので、なんかそろそろね、この辺りでお開きとさせていただこうかなと思います。6月の23日に吉祥寺のサムタイムでライブがあります。このライブは私の大好きな吉岡秀明さんのトリオと、ちょこっと舞ちゃん、久保舞ちゃんにも、飛び入りしてもらおうかなって思ってるんですけれども、何事もなければ、前回はね、なんか自粛期間とかそういう感じだったので、1回ステージでもうすぐに終わってしまったんですけれども、何もなければ、2回ステージできるかなって思っておりますので、ぜひいらしていただきたいと思います。お越しになる際には、お時間とか、あとお席のね確保もあると思いますので、一度お店にお電話いただけると嬉しいなと思います。でちなみにサムタイムは今クラウドファンディングを、やっていて、まあ本当にサムタイムだけじゃなくて、ジャズクラブとか、まあそうですね、ライブハウス、いろんなところが今危機を迎えている、と思うんですね。で結構そのクラウドファンディングで、たくさんの方の支援を、受けて、お店が存続できることになったりとかしてる、まあ本当老舗ですからね、サムタイムは老舗を救えっていう運動が沸き起こっていて、とても嬉しいなと思うんですけれども、ぜひ皆さんにもご協力いただいて、少しでもね文化が
衰退しないように、本当にあの素敵なクラブなので、ぜひ、皆様にもご支援いただきたいなと思っております。そして7月に入りますと、7月の、9日に、目黒のブルースアレージャパンでライブをやります。これも何もなければ、2回ステージできるかなって思うんですけれども、あのちょっとまだ会場の方で見るのは怖いなって思われている方がいらっしゃいましたら、配信もございます。e プラスの方でチケット、販売中でございますので、ぜひぜひ、あの配信でも会場でも、ね、聞きに来ていただければと思っております。メンバーは私と後藤浩二さんピアノ、そしてベースにあの岩見圭吾くんっていう福井亜美さんのトリオのベーシストですね、岩見圭吾さん、そしてドラムは吉岡大輔さんです。それにフィーチャリングブラックバニーということで、ジャズコーラスグループブラックバニーが、登場いたします。私と久保舞子ちゃんとジュジュスミレさんの3人でブラックバニーです。結構今回、新曲も多いので一生懸命リハを重ねております。ぜひ聴いていただきたいと思っております。そしてスペシャルゲストに、関真理子、私の母84歳のスティールギター奏者の、関真理子が、スティールギターとウクレレで登場して、ブラックバニー初のハワイアンに挑戦ということでですね、変わったな、ちょっと夏らしいステージがちょっとお送りできるかななんて思っておりますので、ぜひいらしていただきたいと思います。そのあとですね、7月の31日は名古屋のジャズインラブリー、ちょっと噛んじゃった、ジャズインラブリーというところね、こちらも同じく老舗のジャズクラブでございますが、そちらの方で、同じセットをやらせていただくんですが、ちょっと若干メンバーが、変わってまいります。ベースが島田剛くん、ドラマーも、変わるんですけれども、ちょっと残念ながら、関真理子は名古屋の方には、登場いたしません。登場いたしませんが、ハワイアンのナンバーは、変わらずお送りしようかなと思っておりますので、ぜひ聞きに来ていただきたいと思います。この時もですね、ちょっと状況がどうなってるかわからないので、あのぜひ、お店の方にお問い合わせいただいてからいらしていただければと思っております。長くなりましたが、私の、コンデンサーマイク購入お試し動画、そろそろこの辺りで、失礼させていただこうかなと思います。これからもですね、いろいろゲストを迎えてトーク、それからあの歌も、歌ってっていうか、歌の動画も、上げていこうかなと思いますし、あと配信が Facebook、Instagram、ツイキャスで、3つ同時配信を行っているんですけれども、どれにもアカウントがないという方に、まとめたものを、YouTube チャンネルの方に、上げていっておりますので、お見逃しの方はね、ぜひそちらの方でダイジェスト版ご覧いただければと思います。それではまた次の動画でお会いしたいと思います。良い夜をお過ごしください。ありがとうございました。瞬間に急に溜まり込む肩に置いた手が温かくて急いで笑う声にも何でもないなら絵にならない空気さえ読まれてる少しずつ増えてく
からさ。